ニュースポストセブンです。オーダーメイド御殿が完成しました。2年半近く続いた秋篠宮邸の改修工事が9月30日に完了しました。紀子さまは建築資材の産地にも気を回されたようです。宮内庁関係者によると、大理石はイタリア製をなどといったご要望が相次いだのです。皇室部分では海外の賓客をもてなすこともありますから、失礼のないように立派なお部屋を作りたいというお気持ちがあったのでしょうとのこと。最終的な改修費用はおよそ34億円に上ったとのことです。ニュースポストセブン。